ブリエックは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール県のコミューンである。県内のブリエックの位置コルヌアイユ地方の心臓部に、あるブリエックは、カンペールの北東およそ 15km のところにある。町を見下ろすのは、標高 230m のメネスロック H バー3で、町は、丘陵地帯にある。また、オデ川と大沼川の流域でもある。 町の東側はエデルンとランデュダルに挟まれている。ブリエックの中心には人口が集中しており、町の機能が集まっている。町の南部の孤立した居住地を除けば、残りの人口は分散した集落で暮らしている。農村地帯は、斜面と過去一の消滅を伴う新しい農村、類型学によって大きなプロットに統合され、進化してきた。 世界大戦後、コミューンによって保存されてきた経済の側面からの農業は、1970年代以降、小さな農業食品加工業や、小さな機械工業、建設業と共存している。1844年に描かれたブリエックの人々、ブリエックは、かつて、11世紀及び1160年には、プレブスブリズック、1249年から1574年は、 ブリジック1675年にはブリシックと呼ばれていた。ブリエックはガロローマ時代に起源がある。ブリエックにはローマの中屯地があった。古いアルモリカ時代のブリエック教区にはエデルン、ランドレバルゼック、ランゴラン、ランデュダルが含まれていた。1248年以降、ランドレバルゼックはブリエック教区から分離して独立した教区となった。 1675年、ブリエックは、シゼ税一期の中心地となった。1795年、ロコールマンドンに拠点を置いていた、ジョルジュカ・ドゥーダル率いる、王党派のシュアヌリたちが、火薬を盗むためポンドビューイの火薬製造所へ戻り、小学校教諭、そして聖職者民事基本法に署名したブリエックを呼び、サンセガルの教区主任司祭を殺害した。何世紀にもわたって、 町と住民の一部の繁栄は、ビデと呼ばれる馬の特定品種を含め、畜産業の発展で育まれた。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE2007 年の新学期時点で、コミューンの児童のうち5.5%が、ブルトン語、フランス語による二言語教育の小学校に在籍していた。2007年、 ブルトンを音楽の楽団であるバガド・ブリエグがバガドのブルターニューチャンピオンに輝いた。ありがとうございます。